報酬プランです。トークフュージョンの報酬プランは非常にシンプルです。会員登録を済ませますと、まず ID 番号とビジネスセンターが支給されます。そこであなたは最初にビジネスパートナーを2人見つけてください。1人を左に、もう1人を右に、それぞれをチームのリーダーになってもらい、即座に支払われるインスタントペイ報酬のためのチーム作りをしてください。それぞれが会員登録を済ませますと25ドルの報酬が発生いたします。さらに左の女性と右の男性があなたと同じように左と右にそれぞれ1人ずつ会員を作るお手伝いをし、チームコミッションを受け取るためのチーム作りを始めます。左のチームと右のチームでそれぞれ1対1で製品を販売するたびに、25ドルの報酬が発生します。それが何十段下であっても、左と右に1対1で製品の販売が成立するたびに25ドルの報酬が発生します。この段数に制限はありません。無制限です。あなたは一つのビジネスセンターで週最高5万ドルまでを受け取ることができます。週5万ドルです。トークフュージョンのビジネスに参加してきた人々はこの業界でかつて一度も得たことのないような大きなお金、大金を得ております。業界のリーダーたちは自分のチームをこのトークフュージョンに移動させて、新たにここで組織を立て上げている方々も、たくさんいらっしゃいます。あるネットワークの会社では片側のラインで3つの製品を販売して、もう1つのラインで6つの製品を販売しなければならないとか、いろいろ規則があるそうですが、トークフュージョンはそうではありません。シンプルです。トークフュージョンはただ左と右に1対1揃う都度、その時点から3分以内にあなたの口座に報酬が支給されます。ここでは最初の2人が肝心です。この2人がいなければ私たちに収入は発生しませんよね。皆さんそれはもちろんご存知ですよね。この収入はチーム全体が頑張ったから得られる報酬をここで今お話ししています。右の枠をご覧ください。まずあなたが1ヶ月目に2人をスポンサーします。そしてその2人が翌月、それぞれ2人をスポンサーしますと4人になりますね。でその4人がまたさらに2人ずつ、スポンサーをしますと、その月8人になります。このようにそれぞれみんなが2人ずつ2人ずつ2人ずつスポンサーをしていきますと、12ヶ月目には4096人の会員があなたのチームに、いるできることになります。それは左に2048人、右に2048人のチームができたことを意味します。その時あなたに入る収入は、5万ドル以上です。確かに、全てのネットワーカーがこのように完璧にいくわけではありません。ある人は一人も紹介できないかもしれません。しかし、一人で10人も20人も100人以上も紹介のできる方がいらっしゃるのも事実です。今矢印が出ましたが、数字2048人に、25ドルをかけてみてください。5万ドル以上が出てきます。収入の入り方には2通りの方法があります。レバレッジとアンレバレッジです。レバレッジとは、たばりきの収入、たばりきの力を応用して自分一人で稼ぐ以上の収入を得る方法のことを言いますが、ここでは本当にこのレバレッジの収入が大きいですね。さあ、それでは、豊かになるための秘訣とは何でしょう。外へ出かけていってエキサイティングすることです。まずブロンズになり、次にブロンズメーカーになります。そしてここのシステムを繰り返し繰り返し続けていくのです。そうすればその結果あなたは経済的な自由を得ることになります。簡単ですね。あなたがビジネスとして取り組むと人が人を呼んでくるようになります。ご覧ください。あなたの左と右のチームがそれぞれ10サイクル獲得しますと、あなたは250ドルを獲得します。あなたの左と右のチームがそれぞれ50サイクルを獲得しますと1250ドルを獲得します。ここで、ここからベンツを受け取る権利が発生します。あなたはこの50サイクルを、4週ですね、クリアしてください。そうしますとベンツの鍵はあなたのものになります。さらに左と右にそれぞれ100サイクルを獲得しますと、あなたはダイヤモンドというタイトルになります。その週のあなたの、報酬は2500ドルです。さて、その時はもう経済的な自由を得ていますよね。人が人を連れてくるようになるというふうに、右上の方に書いてありますが、その良い例が Facebook ですね。Facebook は、7年前に大学から始まった SNS、ソーシャルネットワークサービスですが、私もこの Facebook の愛用者ですが、今ではユーザーが7億5000万人を超えているそうです。日本では有名なのが Twitter とか Skype とか SNS、代表的なのはありますけれども、このトーク
ユージョンはまさにこのインターネット上のソーシャルネットワークサービスのパワー、つまりインターネット上の口コミのパワーを利用した全く新しい次世代型のビジネスなんです。このトークフュージョン、これから世界中に爆発的に広がっていくのは皆様時間の問題です。トークフュージョンにはさらに6つのボーナスプランがあります。まずその1つ目が製品を販売するたびに発生するファーストスタートボーナスです。その受け取る報酬は皆さんが選んだ、それぞれのパッケージの値段によって10ドルから60ドルがあります。2つ目がメガマッチングボーナス。これはあなたが直接スポンサーした方の、受け取る全報酬のその 10% をトークフュージョンから受け取ることができるというのがこのボーナスです。3つ目がブロンズメーカーボーナス。あなたが自分の直接の会員を成功できるようにトレーニング、お手伝いをし、その方が左と右に会員を作った時に受け取ることのできるのがこのボーナスです。4つ目がアドバンスメントボーナス。タイトルが、ダイヤモンドにアップグレードした時から、ランクアップの都度、報酬を受け取ることができます。タイトルに応じ1000ドルから1万1000ドルの報酬を受け取ることができます。5つ目がリーダーシッププールボーナスです。あなたがブルーダイヤモンドに達成しましたら、毎月全世界の売上の総売上の 1% をこのブルーダイヤモンド獲得者で分配シェアすることができるというのがこのボーナスです。たとえあなたのビジネスがまだ全世界に展開されていなくても、日本だけで展開されていたとしましても、あなたがブルーダイヤモンドに昇格しましたならば、あなたは全世界の売上の 1% をこのブルーダイヤモンド獲得者で分配シェアするという権利が発生します。6つ目がレジデュアルインカム。これは月々毎月々支払われる製品の使用料から計算されます。ほとんどの会員はトークフュージョンの製品をとても気に入っていて、これらの製品を使い続けています。ですから月々35ドルの使用料から発生するこの報酬はとても魅力的で非常に重要です。ある方々はこれを権利収入というふうに呼んでいらっしゃいます。トークフュージョンの CEO ボブレイナは次のように言っています。富を築き上げるための鍵は巨大市場を見つけ、その市場にいち早く参入することである。そしてトークフュージョンによってそれを実現いたしました。マルチビリオンディーラーのジャイアントシスコ社は次のように発表しています。2014年までにインターネットオンラインビジネスの 90% がビデオコミュニケーションにとって変わるであろう。それはものすごい莫大な市場を意味しています。皆様タイミングが全てですよね。そして、そのタイミングは今です。かつて一度も出会ったことのない巨大な市場、巨大なチャンスが今私たちの目の前に訪れています。ではこれらの利益を自分のものにしていくためのパッケージを選びましょう。ここでお話を分かりやすくするために一つ例え話をいたします。ある人々が全く同じ仕事をして受け取る報酬が、異なっていました。ある人は125ドル、ある人は250ドル、ある人は750ドルでした。あなたならどちらがいいですか？もちろん迷わず750ドルというに決まっていますよね。そうです。それと同じようにあなたがこのビジネスを始めるのに3通りの方法があります。報酬の受け取り方が会員登録の際に選んだプランによって違ってまいりますので、ここは十分に注意してください。まず一つ目はスターターパッケージです。初期費用が125ドル、月々の使用料が20ドルです。この時の製品はビデオイメール一つです。このパッケージを選んだ方が左と右にそれぞれのチームで10の製品を販売しますと125ドルの報酬が入ります。二つ目はエグゼクティブパッケージです。初期費用が250ドルで、月々の使用料が35ドルです。8つの製品とカスタマイズされたテンプレートが1つ、アカウントが1つついてきます。左と右のそれぞれのチームが10の製品を販売しますと、250ドルの報酬が発生します。これはファーストスタートパッケージに比べて2倍の収入です。これを選ぶと、ここからですね、メルセデスベンツを手に入れるための権利が発生します。3つ目の方法はエリートパッケージです。初期費用が750ドルで月々の使用料が35ドルです。8種類の製品とあなたの好きな形にカスタマイズされたテンプレートが3つ、さらにあなたの会社の名前やロゴ入りのラベルとトークユージョンのロゴが一緒にブランド化された最高のものが1つ、合計4つついてまいります。それから15アカウントがついてきます。ここからはメルセデスベンツの権利はもっと手に入れやすくなってまいります。左と右のチームがそれぞれ10の製品を販売しますと750ドルの報酬が発生します。ここでの収入はエグゼクティブパッケージの3倍です。ここからは収入の入り方に勢いがついてまいります。選ぶとしたらやはりエリートパッケージですよね。
あなたの将来を保証するもの、それはタイミングです。今日からエリートになろうと書いてありますね。さあ、未来を確かなものに、あなたの将来を保証するもの、それはタイミングです。時を逃さずしてちょうどいい時にそれらを捉えることです。人は人生において1回か2回はチャンスが向こうからやってくるそうですよね。そして今あなたが目にしているこの情報がまさにそのチャンスではないでしょうか。皆さんどうぞチャンスを逃さないようにしっかりと自分のものにしてください。さあ、それではポジションを獲得しましょう。ポジションは他の人よりも一段でも上のポジションを獲得することがレバレッジ、つまりたばりきの収入を得るときに大きく影響しますので、決心は早ければ早いほどいいです。もちろんあなたは決心を後に伸ばすこともできます。しかしその時あなたはチームから得られるはずだったレバレッジの収入のチャンスを失う結果になるということも承知しておいてください。なぜならあなたをここに招待した方はあなただけではなく、あなた以外にも多くの方を招待しているからです。そしてその招待された方は早速会員登録を済ませ、この後たくさんのゲストを連れてこのウェブナールームに戻ってくることでしょう。そうなりますとその方によってあなたのポジションはご覧ください、ずっと下の方に追いやられていってしまうことになります。決心をたった1日遅らせてしまったために多くの収入を得ることのできるはずだった良いポジションを失う羽目になります。そういうことのないように成功を手に入れるためにはタイミングを逃さないでください。さあ、登録が済みましたら早速エキサイティングしてみましょう。ゲストの皆様、この番組が終了しましたらこの後あなたをこのウェブナールームに招待なさった方に連絡を取ってください。その方にこの地球上で最も最高の在宅ビジネスの始め方を教えてもらってください。どうぞあなたの夢をトークフュージョンに託してください。私たちはトークフュージョンを通してあなたの夢が実現できるようにいつでもここから、サポートしてまいります。これであなたはトークフュージョンの仲間になりました。早速このウェブナールームの情報を友人知人大切な方に伝えてあげてください。そして次にウェブナールームの入り方を伝えてあげてください。あとはすでにビジネスの訓練を受けたメンバーがあなたに代わってトークフュージョンの説明、報酬プランの説明をすべて一切いたします。ですからあなたは何も心配せずに安心してお友達をこのウェブナールームにお連れしてください。役割分担に沿って仕事をしているのだというふうにご理解してください。これがチームワークですよね。あなたは一人で仕事をするのではありません。私たちと一緒になって、チームで仕事をしていくのです。世界中の仲間がお手伝いに駆けつけてくださいます。これは今地球上で最も優れた、世界一ホットなビジネスです。インターネットのあるところならどこででもできます。これからはもう仕事をするために交通費をかけて出かける必要はありません。お客様と会うための喫茶店のお茶代もいらないですよね。家にいながら家事をしながら、あるいはパジャマ姿のままで仕事ができます。子育てママは子供が学校から帰ってくるのを迎えてあげることができます。またお年寄りのいるご家庭ではその世話をしながらトークフュージョンのお仕事をすることができます。またお勤めのお父様は仕事から帰ってきてちょっと一休みした後でまたこのトークフュージョンの仕事をあと一仕事することができますよね。家にいながらできる世界最高の在宅ビジネス、ワンワールドワンビジョンワンシステム、インターネットオンラインを使ったこれからの時代の全く新しいグローバルビジネスです。トークフュージョンによって夢を実現した多くの方々のエキサイティングしているよ